こんにちは、アキラです。今回はですね、今すぐにエイムが良くなる感度設定の方法を解説していきたいと思います。今回の動画はですね、今自分が使ってる感度に少しでも不満がある方にちょっと見てほしい内容という風になっておりまして、例えばね、ある程度感度は決まってるけどエイムを外すことが多いとか、なんかショットガンのエイムのダメージをもっと大きくしたいとか、視点が安定してなくてなんか汚い視点になってしまってるっていう方向けの動画という風になっております。今回紹介させていただく感度設定の方法を試していただければ視点も良くなりますし、何よりねエイムがめちゃくちゃ良くなります。今すぐにエイムを良くする感度設定方法を知りたいという方はこの動画をぜひ最後まで見ていってください。では早速解説の方をしていきたいと思います。クリエイターサポート AKIRA285、 よろしくお願いします。はい、ということで早速解説の方に入っていこうと思うんですけど、一応今回紹介していく感度設定を教えていく前に、まずちょっと注意点の方をね話しておこうかなと思いますんで、ちょっと注意点の方を話させていただきます。で、注意点一応ね3つあるんですけど、1つ目は今回紹介していく感度設定の方法っていうのは、今の感度よりももっともっと上手くなりたいと感じる方向けになってますんで、まあそもそもの感度が全く決まってないっていう方は別の動画で、感度設定の動画を出してますんで、そっちの方をねご覧いただければなと思います。もう全くもっても感度の設定すらやってないとか、もうそういった初心者向けの感度設定のやり方を紹介させていただいております。概要欄から飛んでみてください。で、次2つ目の注意点なんですけど、2つ目はね、感度を常にコロコロ変えてしまっている方がいるんであれば、せめてね感度は1週間は変えないようにしてほしいという話になっております。なんで例えば今回紹介していく方法で感度を調整しても全然しっくり来ないんだけどっていうことで、その日にもう変えてしまうんじゃなくて1週間せめて使ってみてほしいです。まあこれの理由を言うんですけど、理由はね、感度を変えた後って違和感があるのが当たり前です。なんで変えた後すぐにね、もうダメだこの感度ってなると思うんですけど、馴染むまでにはどうしても時間がかかるんで、せめて1週間はねその感度でやってもらえればなと思います。で、その1週間後に本当にあこの感度ダメだってなったら、もうその感度はもう絶対ダメな感度なんで、せめて1週間は感度を変えないでほしいなっていうのがあります。で、次3つ目なんですけど、3つ目は今回紹介する感度設定の方法っていうのは、結構感度が変わってしまうパターンもあるんで、感度を変えることによって、プレイスタイルが結構変わってしまう人にはあんまりおすすめできない方法になっております。まあ例えばパッドの方なんですけど、パッドの方が今回の動画を見てその感度調整によって、まあ、感度をめちゃくちゃ落としてしまったと。で、落としてしまったがゆえに、こういった感じの振り向きがね、もう全くこの辺で止まってしまうとかも、そのレベルまで感度が変わってしまうことになるんであれば、それはちょっとね、おすすめできないんで、感度を変えることによって、今のプレイスタイルに支障が出てしまうっていう方は、感度を変えることを、ちょっとおすすめはしないです。はい。と、まあ、3つね、注意点を話させていただきましたんで、まあ、早速、感度調整の方法を紹介していこうと思います。はい、ということで早速感度調整の方法を話していくんですけども、まあ、ちょっとね見たことがあるような景色だなっていう風に感じる方はいらっしゃると思います。はい、今回紹介させていただく感度設定方法っていうのは、一応このね建築を使って感度設定をしていくっていう話になっております。はい。で、一応元々のこれの使い方としては、まあ、この窓と窓の間をこんな風に行き来することができたら、その人に合った感度っていう話になってるんですけど、今回はねこれにちょっと改良を加えてるバージョンになっております。はい。で、今のプレイスタイルと感度がもうめちゃくちゃ合ってて、もう絶対感度ね変えなくていいよっていう人も、これはちょっとね試してほしいかなって思います。この窓から窓をね、ポンポンポンって行き来することができたら、まあ、結構感度が合ってるっていう証拠になるんで、まあもしねちょっと不安あるなっていう方は試してみてください。まあこれはね、一応前回もね、紹介させていただいた感度紹介になりますんで、まあここからはね、さらに上手くなりたい方向けの感度設定の方法を紹介していくんですけど、さらに上手くなりたい人は、設定ボタンから、感度のページ行きます。で、感度をね、一回落としてみてください。はい。まあ落とすパーセンテージとしては、だいたいね、20-30% ぐらい落としていいかなって思います。はい。なんで、今回の僕の感度を例に例えると、まあ 5.3% の 20% なんで、まあ大体 1.2 から 1.5 とか6とかそんぐらいの間。うん。まあなんで、例えば、まあ 5.3 から 4.1 まで落とします。まあこれが大体 20% ぐらい落としてるかな。
で、こっちもね、こんな風に落とします。で、感度を落とすことによって何が起こるかっていうと、ここの窓からこの窓移動までがちょっとね、届かなくなると思うんですよね、こんな感じで。今までの感覚でやってたらこんな風に届かなくなると思うんですよね。ちょっと待って、壊してもうた。ほら、ちょっとね、今までこんぐらいでいけてたのに、ちょっと、マウスで言うと頑張って上に持っていかないといけないみたいな状況が生まれると思うんですよね。パッドだったら、パッドを今までこんぐらいしか倒してなくて、窓に行けてたのに、今までの倒し方じゃちょっと足りないっていう風になると思うんですけど、まあ、それがね、正解です。ここで結論を言ってしまうと、今回紹介させていただく、エイムが良くなる感度設定の方法っていうのは、今ある感度から、感度を落とすという話になっております。まあ、これ人にもよると思うんですけど、僕はね、これ感度を落としてめちゃくちゃ強くなりました。まあ、視点も良くなったし、ショットガンのダメージ量も増えたし、なんかちょっとした時に視点がもうこんな焦らなくなったっていうのかなっていうことが起きたんで、まあ、めちゃくちゃね、効果を感じております。まあ、実際おさらいしていくんですけど、まあ、こんな風に、まあ、感度調整のね、やり方がありますと。で、その感度調整をまずは普通に皆さんやってみてください。で、多分窓から窓の、移動っていうのは普通にできると思います。で、移動できる状態からさらに感度を 20% から 30% 落としてみてください。すると窓移動がちょっと、こういう視点の動きが足らなくなってしまいます。そうやって落とした感度はめちゃくちゃ強くなれる感度。はい、という話になってます。はい。で、なぜね、こういう風に感度を落とすことによって、エイムが良くなって、さらに視点も綺麗になるのかっていう話をさせていただくんですけど、まあ、感度を落とすとね、もうその、視点が、こう、大きく触れないわけですよ。その、ちょっとやそっとのことじゃ。なので、その少ない視点移動で、そのフォートナイトをプレイしないといけないんで、おのずとね、その視点の振り幅っていうのが、めちゃくちゃね、ちっちゃくなります。まあそういった理由でね、視点っていうのがまず落ち着くわけですよね。もう激しい動きができなくなっちゃうから。で、視点が落ち着くイコール、とっさになんか敵とこういう風にワンボックスでの打ち合いになった時も、敵に対してゆっくりと合わせることができるんで、かなりね、エイムが合わせやすくなります。はい。まあこんな状態ですね。まあこんな状態。自分の中では届かせてるつもりだけど、ちょっと届いてないみたいな。でもこんな風に、感度を遅くすることによって、ちょっとその感度に慣れれるかなっていう風に不安に感じる方もいらっしゃると思うんですけど、これが結構意外と大丈夫で、1週間したらね、多分慣れると思うんですよね、その感度に。で、近距離エイムがバチバチ良くなって、視点も多分めっちゃ綺麗になると思います。はい。まあ最初にも言った通り、感度落としてプレイスタイルに支障が出たらさすがにやばいんですけど、まあミドル選手からハイ選手の方であれば、20-30% 感度を調整しても、多分ね、プレイスタイルには支障出ないと思うんで、よかったらね、この感度を落とすっていうことを一度ね、やっていただければなと思います。もう最初ね、この、あれめっちゃゆっくりやんっていう風に感じると思うんですけど、これがね、意外と1週間後にめっちゃやりやすくなってて、クリップとか見返した時にめっちゃ視点が綺麗になってるんで、めっちゃ、マジでおすすめです。で、一応僕の例を元に話すと、僕もともと、8% かな。8% だったんですけど、まあこれ 5.3 に落としたんですよね。で、5.3 に落としたところ、まあ、めちゃくちゃね、強くなれたっていう実感があるんで、もう本当に、ぜひ、試してみてください。多分ね、僕の配信とかを見てくださってる方とかだったらわかると思うんですけど、まあ、1、2ヶ月前の僕と、今の僕ってマジでね、強さとか、エイムのダメージ量っていうのが全然違うんで、本当に、やばいです。はい。で、ただね、この感度に設定して、1週間やってみたけど、全然ダメだっていう風に感じた方は、一週間経ってもね、厳しいようであればさすがにやばいんで、その時はね、元の感度に戻してみてください。まあ、あくまでね、ちょっと僕が強くなれた感度設定の方法なんで、参考にならない人にとっては参考にならないかもしれないんで、あ、これいいなって思った人だけやっていただけると嬉しいなと思います。ということで、今回はエイムがすぐに良くなる感度設定の方法っていうのを解説させていただきました。今回の動画が面白かったためになったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントの方お願いします。ではまた次回の配信か動画でお会いしましょう。ありがとうございました。